はい、おはようございます。朝の保護猫です。はい、今日もねこの子らで餌やるのにね、あのウェットの餌やるのにねちょっと入れるんやけど、このあの何でか知らんけどね、このあれですね、ももちゃんだけね脱走してるんですよね。どっからかね、まあ脱走した方この子逃げることないんやけどね、まあいいんやけどね、うん、はい、みなこママね、みなこママこんな感じです。はい、栗ちゃんはここね、栗ちゃんもうちょっとしたらなんか息子やろね、あれ多分 一緒のあれやろね、4ヶ月やもんやけどね、あーちゃんとね、もうちょっとしたら入れます。できたらね、今日検査連れて行けたら行こうかな思うんやけどね、うん、行けたらですけどね、病院に聞いて行けるようやったら連れて行きます。はい、みおちゃんね、いいねんかな。はい、またちょっと宮に出てきてるな、お前大丈夫か、うん、大丈夫ね、ヒーローちゃんね、ヒーローって言わない。はいはい、ブルーちゃんも何気なくね、最近歯言わんよなってね、この子もね、はい、よしよし、誰も言うてね。はい、あ、トラキチ君でんか、トラキチにね、ナナちゃんにあれ、ミココちゃんにルルちゃんね、これでミミちゃんも入ってます。まあ今ちょっとウエット入れてんやけどね、この子はカリカリよくよね、ウエットよりね、ももちゃんは。まあ今回ね、手術この子たちはちょっとやめとこうかな思ってね、5匹予定してんやけど、ここらちょっとちっちゃいかな思って、まあ最近大きくなってきよったね急に。今回はだからミココちゃんにナナちゃんにルルちゃんに、キーボーに、今回新しい、保護した子を連れて行って、それで来年この子ら連れて行くかな思ってね、ちょっとちっちゃいから思ったけど最近大きなってくるかね、大丈夫、この子だと変わらないのできたかな、この子らより後やったんだけどね、保護したのはね。はい、それでソラちゃんね、昨日名前決まったソラちゃんね、見えるかな、ソラちゃん見えないね、ここ入ってます。まだ餌はね食べてないんやけど、がっつり食べてるからね、結構うんこはまあそこそこして、一番ねすごいのはこの子キーボー、すっごいうんこと食欲あるからね、この子はうんこでも普通の猫の3倍ぐらいしょんちゃうかな、すっごいうんこ垂れとるからね。ね、あれ、あれミミちゃん、あ、ミオちゃん、首はどうなしたの、取ったのとか言ってんの、首は探さなかった。ミオちゃん、首は取れてますね。はい、バリンちゃんね、よし、トラキチ、これでね、昨日保護したことの名前もね、明日の朝から5時までで募集しかけて、日曜ぐらいにまた昨日の方式かなんかで決めたいと思いますね。はい、いっちゃん、はい、あーちゃん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 、いけんね、まあちょっと怖いね、これちっちゃいね、だけどあーちゃんは尻尾が可愛いんだね、これ怒らんでしょ、もうちょっとずつ慣れこなしてな、まあ、大丈夫やから。昨日もねチュールね、みんなにやっとったんですよ、終わり、まあ、この子もね逃げんと、ここでもね、なんと初めは逃げとってんけどね、うん、なんとか食べてますね。ポンさんの秘書というやつね、美人の秘書ね、秘書怒らんでるよ、秘書さん。はい、この子は誰や、ごまちゃん、ちょびちゃんかな。はい、せいくんね。はい、誰や、ランちゃんかな。これでこっちシャーコちゃんもね、昨日、あ、ルーちゃんこの本か、はい、おいで、はい、シャーコちゃんな、もう全然もういけますね、この子は可愛い子ね、ね、こんなに変わってくると
あとはね、マイルドちゃんだけかな。な、こんな感じですよ。はい、スリーちゃんな。スリーちゃんももうだいぶいけるし。ね、あーちゃんはちょっとね、まだ慣れてないかな。はい。おばちゃん。おばちゃんも最近ね、いけますよ。ほら。ね、全然嫌がらないようになったんです。はい、みっちゃん。みっちゃん。ひらりちゃんは相変わらず面白いからね、昨日でも。怒ったりする。何遍もしてるけどね、これ。チュールクレーンだったら。またね、その面白いのまた撮りますね。はい、ロシアンちゃん。はい、ロシアンちゃん。はい。ね、サビちゃん。ね、はい、ニック。サビちゃん。うん、サビちゃんの兄弟昨日おったよ。真っ黒やったけどね、顔が。もっと。ね。はい、シャーク。ね、シャーク。全然もう余裕っすね。はい、キタロウちゃん。このゴマちゃんね。あの黄色の組み合わせてるの分かるかな。あ、分かるかな今。で、分かれんね。黄色の組み合わせ変えたんでね、分かりやすくなったと思います。おまちゃんは。ね、れいちゃん。ここは誰？サブコロちゃんかな。サブコロちゃんぐらいかな。チョキちゃんとね。こんな感じかな。でここには誰かあるかな。誰が足らんような気するんやけどね。こんな感じ。ポポちゃんとか、ポポちゃん餌の時やったら来るんだけどね。こんな感じね、ポポちゃん。はい、ポポちゃん。あ、これ黄色が見えました。見えねえ言い方で、ね、ランちゃんも太ったな、ちょっとね。ちょっと逃げてね、この子。まあ、ポンさんね、あのあーちゃんにセクハラしてるわけじゃないのに逃げるんですよね。なんでか知らんけど。ね、アメちゃん、アメちゃんもそれだね。アメちゃんに誰が、誰が誰かもうわからなくなってきたね。もうね、いっぱい出るから。ね、名前の転校表みたいなの持っとかなあかんよな。ちゃんとした天狗取ろう思ったらね、はい、キーボーちょっとこういうロンけどね、まあ、昨日ね、公園の西口でね、この長毛ちゃん久しぶり見たんやけどね。まあだけど、社長はね、あそこはね結構民家あるから、まだねぬくいところしのごう思ったらできるし、餌もね持ってるし、それで、まあ、子供生まれたとしたら、ね、田んぼの兄ちゃんがね結構、保護して、あの里親募集見つけたりしてるからね。ポンさんはどっちか言うたらね、あの今シャムちゃんの方、シャムちゃんの、あ、こっから出てきますね、これ。こっから出てくる、怒られてんねん、ママに。出たかんみたいな。お前の子やないでだけど、ね、ママの子やないのに怒られてるからね。まあどっちか言うたらね、シャムちゃんの方をね、優先して撮ろうかな。あそこはね、なんでやるかね、ものすごいその寒いしね、何も周りないんですよ。池とあのグランドみたいになって、この裏側がね、風もすごいって、だからいつものとこに昨日は寒かったから多分いてなくてね、あのちゃう場所でね、あの過ごしてました昨日、うん、だからね、あと何匹かおるんやけど、あっちの方を優先にね撮れたらなと、うん。まあ、西口もまた増えるかもわからんけどね。けどまあ、田んぼの兄ちゃんがね、結構、子猫は保護してくれてるから、あまり増えてないかな。けど、7、8匹はまだいてるっていうことですね。前の、猫たちはちゃんと生きてると思います。まあ、とりあえず民家に中に逃げ込んでるんやけどね。昨日でも、ちょっと、あの後もずっと、逃げた、長毛ちゃん、あれを追いかけて行ってたら、民家の方に逃げた時、車にね、もうちょっとで引かれそうになっとって、そんな危なさはあるんやけど、まあ追いかけへんかったら大丈夫かなと思います。だからあまり追いかけへんようにね、しようかなと。まあそんな感じで、ね、この後、昨日保護した子の、世話して、ちょっと動画撮りますね。ね、はい。最後にね、ヒーローちゃん、ありがとうございます。あ、ミココちゃんでしょうかな。ミココちゃん呼んどる。ね、はい、ね、ここちゃんです。はい。
なっちゃん忘れてましたね。なっちゃんもちょっと取ってきます。今ちょうど水飲んどったからね。はい、なっちゃん、なっちゃん、なっちゃんね、はいはい、今回応募した子ですね。一晩過ごしたわけやけど、まあ、カイロは入れてんやけど、やっぱりちょっとこの中は寒いっすね。まあ、できたらね、早いことね、あの中に入れてね、あげたいと思いますね。今日できたらね、病院多分ね、あのいつもの病院先生が2人に増えてるからね、多分あのいけるかなと思ったりもするんやけど、まあ、またね、晩にでも報告させてもらいます。はい、以上です。